その前はペレスかな。あやばい、あごめん。はい、アキラソースです。ファン女子が F1 キャリアモードに挑戦シーズン8、バーレングランプリ早速やっていきたいと思います。今回も、前回同様 AI85 のミッショントラコンミディアムということで、前回同様の、状況で、またやっていきたいと思います。そして、マイナーアップデートが1つ入ったので少しだけ、戦力増強して、下位2番手チームだったのがレッドブルを抜いて下位3番手チームに1チーム分アップしました。レッドブルと全く線が重なってたみたいですね。ちょっと気がつきませんでした。なのでちょっと親牛を抜いて子牛の方が、戦力上は少しだけ上に行くという形にはなってしまいましたが、まあ下位チームであることにはね変わりないんで、まあ、ちょっとねパフォーマンスに劣る部分はあるので、とりあえずもうトップ10、ポイントを目指して、頑張っていきたいと思います。さあファーストアタック、さあリアルタイムでは今ちょうど F2 の、レース1を見て、その直後に収録をしております。ね、F2 で松下選手を応援していたんですが、もうちょっとでね惜しかったな。リバースグリッドのね明日のポールスタートを狙ってたと最後思うんですけど、最後ミックシューマーにね、まあちょっともう松下が一番最初にピット入って、もう一番古いタイヤ履いてたから、もう最後1周2周最後の2周はタイヤが完全に終わってたと思うんで、ミックシューマーと10秒ぐらい差があったのに1周5秒遅かったおかげでギリギリ最後に抜かれてしまいましたね。いやーもったいない。ただ明日のレース、まあ明日言うてもこの動画出すのはもうバーレーンが終わった後ですけど、ミック・シューマッハがレース2で、さあタイヤを変えてのセカンドアタック、そしてさっき話の途中でしたが、明日はミック・シューマッハのリバースグリッドのポールポジション、ミック・シューマッハのポールからの走りがどんなもんなのかちょっと見るのも楽しみです。まあ正直実力云々というよりも名前で騒がれてるだけな感じがあるので、本人の実力を発揮するいいチャンスが巡ってきたんじゃないでしょうか。おっとっとっと、ちょっとミスったな今。まあでもまだコンマ2ぐらいならどこかで取り返すチャンスがあるはずだ。これはタイム更新できず、もう一周いきましょう。さあラストアタック、前代のうちで一番最後にアタックするので前に邪魔するものはおりません。さあそして一番ラストのアタックなので、一番ラバーが乗って美味しいコース状況を走れるでしょうか。さあなんか紫出たぞ。さあデルタマイナス、
ま1。3、これは更新はできそうだ。最終コーナーミスんないように気をつけよう。コンマ27更新で何番手か。お、6番手目標達成。一桁ならいいと思ってたんですが、思ったより良かったです。明日行われる決勝のグリッドが決まりました。トップ3を確認しておきましょう。ルクレール、フェリクソン、ルイス・ハミルトン。ちょっとグリッドが決まり、あとは決勝を待つばかり。振るわなかったようです。明日も生放送でお届けします。どうぞお楽しみに。よし、これで決勝進みましょう。マーカス・エリクソンが今日はポールポジションからスタート。その横にはルイス・ハミルトン。残りのグリッドも見ていくことにしましょう。あれ、トロロッソ、4番グリッドに繰り上がっております。ラッキー。キルケンベルグ、サインツ、シャルル・ルクレール、グロージャン。まだ2戦目なのに何かトラブルがあったんでしょうか。リカルド、マックス・フェルスタッペン、ピエール・ガスリー、ストロール。最後尾に位置するのはセルゲイ・シロトキン。間もなくスタートとなります。よし、これは大チャンスだ。予選は期待以上の順位だった。全力でこの順位をキープするんだ。さあ、スーパーソフト、この作戦はそうだね。最後きつくなっちゃうし、指示通りに行きましょう。さあ緊張の一瞬ああ、蹴り出しが良くない。ただ、ああ、やばい、ニュートラルまで落としてしまった。いやー、今ちょっと、ミスった。ギアをミスった。あ、やばい、あぶねえ。あっ、あ、危ない危ない。ちょっと落ち着こう。いかんいかん、適当にちょっとカチカチしてたら踏んでも全然走んないと思ったらニュートラルっていうね。そりゃ推進力ないわ。さあ、1番手落としてしまいましたが、とにかく安定して走っていきたい。とにかくポイント、この順位のままフィニッシュするでも全然いいんですが。スタートは良かったが緊張を緩めるな。いやー、でもこれだけ近いとちょっとブレーキング緊張しちゃうな。さあ、ペレスのスリップを借りてくっついていきたい。ただちょっと直線弱いか。おっと、危ない。さあ、ちょっと直線置いていかれるんですが、あーっと、ちょっと無理くりだったか。いや、うまいぞ、よくやった。いや、左にいる。よし、これで OK。 ちょっと接触してしまいました。ウィングは無事か。左の前がちょっと傷んでしまいましたが、まあ大丈夫でしょう。さあ、前はボッタス。
まだ DRS は使えませんが、次の週で DRS 圏内まで追い詰めていきたいですね。これぐらい離れてるとブレーキングはそんなに気にしなくていいでしょうか。まあでもね、追突しちゃったらモコモコもないんで気をつけないといけないですね。さあ DRS でゾーンに入れるようにくっついていきたい。あ、やばい、ちょっと右側切り込みすぎてしまいました。さあ DRS を使って、ただ立ち上がりがそんなに良くなかった。さあ最終コーナーの立ち上がりくっついていきたい。よし、まあまあいいよ。さあここからぐんぐん迫るけども、ちょっとブロックラインあっとあーやばい、あスピンしてしまったやってもうた。ちょっとアクセルを踏みすぎてしまったかな。ただダメージなさそうですね。ちょっと直線で確認してみましょう。ちょっとポツンぐらいなんでダメージはないと思いたいんですが。あー、ないですね。ないというか最初のちょっと黄色、黄緑と変わらないんで、まあ大丈夫でしょうまあ傷は最小限に済んだんじゃないでしょうか。まあまだね、10番手圏内にいるんで、まだポイント圏内。さあ後ろが来ている。後ろは誰だ、サインツ。ちょっとこっちは DRS 入れていないのでこれは厳しいか。これはちょっと厳しい。ブレーキングでどこまで粘れるか。よし、イン側にスペースを残しつつもいい感じで今ブロックできたんじゃないでしょうか。あーちょっときついなきついぞ。前との差は 2.6 秒。おっと、なんか誰かイエロー出てたんでしょうか。このラップでピットインだぞ。速度制限開始ラインに気をつけろ。速度オーバーにならないようにな。さあやべ、またやってしまったまたボタン押し損なったち
ちょっと正直この視点だとボタン押しにくいな。なんか P の文字が見えないので、なんか押したか押してないか分かんなくなっちゃう。タイヤを大事にしよう。いやー失敗した。結局5秒ペナルティーを食らってしまいました。これはちょっとポイント大ピンチですね。いやー4番スタートなんでノーポイントだけは避けたい。せっかくラッキーで2つ繰り上がったのに。シロトキンについての情報だ。問題を抱えているらしい。とりあえず前がクリアラップなのはいいんですが、もうベッテルが後ろから来てますね。ちょっと直線はリッチに回していきましょう。ピエールがピットイン。さあこのモードでは走り続けられないぞ。ターゲットに対して1ラップの余裕しかない。すぐさあヒルケンベルグにオーバーテイクされてしまった。アンダーカット、いやオーバーカットされてしまいました。セクター1ベスト。さあ DRS に入りたい。前のマシンはソフトタイヤに履き替えたぞ。さあこれは入れたぞ。またヒルケンベルグも入れているか。その前はペレスかな。あーやばい。あーごめん。新しい戦略を MF で。ああ今よそ見してた。左上の順位表を見てた。おっとっとっとっ。ポジション。はいどうぞ。おい。どうした？今何があった？後ろとの差は6.0。全然左側で右側開けてたじゃないか。うわこれもうこれポイントフィニッシュなしですね。もう。まさか前誰だと思って左上の順位名前見てたら追突っていうね。ちょっともうこれ入ります。はあああ1周目の時のペナルティー消化ですね。さあこれは脱最下位すらも難しい距離感です。ああもうレースが終わってしまった。ということで多分ここから先しばらく一人旅なんで大幅にカットします。さあ前が見えてきました。白と銀。さあこれは直線で行けそうだ。さあ脱最下位。お前がやると簡単そうに見えてしまう。
人寂しく走っておりましたが、なんとか最後尾に追いついて、最下位を脱することに成功しました。ただここから先はさすがに無理です。あともう2周ですね。さてファイナルラップ、ファイナルラップ、ファイナルラップだぞ。ファイナルラップは、ファステストラップを狙っていきましょう。ファステスト出せない。ははー、バラー、燃料を使いすぎている。急いでターゲットに戻すんだ。すぐにエンジンモードを下げるんだ。あーダメだ、ちょっとタイヤも厳しい。18.0 秒。さあ残念ですがフィニッシュ。ダメだ、話にならん。次はもっとプッシュしていくぞ。いいな。ウィナーがポディウムにあ、さて本日のラウンドを終え、チャンピオン争いはどうなったでしょうか。シャルル・ルクレールにとっては良い結果、これでチャンピオンシップでのリードが広がりました。さてさあちょっとリプレイ見ていきましょう。ちょっと蹴り出しが完全にもう初動の動きがちょっと遅かったですね、反応が。ただブレーキングでちょっと頑張って元の順4番手キープですが、ここでギアをニュートラルにしてしまって加速力が失ってしまったので、ちょっと、ペレスに先に出られてしまいました。このサイドバイサイド譲らない。1周終わって、2周目ペレスに仕掛ける、接触しつつアウトから終わっていく。これで1つ順位を上げます。さあ4周目、前にボッタスの DRS で近づきますが、ここでインをつくかどうか悩んだ結果、ちょっと接触してちょっとスピンしてしまいました。その隙に2番手ぐらい失いましたでしょうか。さあその翌週、後ろのルノーに並びかけられてイン側を突かれますが、ブレーキングで頑張ってインにスペースを残しつつもブロック。さあそして6周目ピットイン。あここ後ろ、いやなんかパーツ飛んだなと思って、なんでかなと思ったんですけど、後ろ追突されてたんですね。いやかなり減速したはずなのに、最後一瞬ピットレーン速度違反になってしまったのは、ひょっとしてぶつけられたから、その一瞬でちょっとクッといっちゃったから違反になっちゃったんでしょうか。ちょっと謎ですが、まさかぶつかられてるとは思いませんでした。さあピットアウト後の翌週、
PRS ゾーンで前のヒュルケンベルグを追いかけますが、ここで痛恨のブレーキングミス、追突をしてしまいます。そしてここで、ヒュルケンベルグに順位を戻せという指示が出るため、左の方に寄って、この辺ですね、左の方に寄ってたんですが、ちょっとヒュルケンベルグの行き場が今なくなっちゃってましたね。この辺で譲ったつもりが、まあ左が普通レーシングラインだからイン側に寄んないとダメってことですよね。まあまあちょっと失敗しましたが、これで最後尾まで落ちます。今の件のピットイン2回目、ここは速度制限を守ったんですが、最初のピットレーン違反の5秒ペナルティを消化するため、ここで5秒プラス、ウィング交換でさらに、時間を送ってしまい、これで完全に最後尾に落ちてしまいます。そして4周ほど、一人旅で走っていたんですが、その週の終わりで白と金に追いつくことができました。そしてこの立ち上がりと DRS を使って奪っていく、ただこの先はまたかなり離れていたので、オーバーテイクはここまで。脱最下位に成功するので精一杯、それでフィニッシュとなります。ということで、4番手スタートをしながらも、完全にほぼほぼ最下位という、またちょっといつものパターンになりつつあるんですが、いやーちょっと久しぶりになんかちゃんとバトルして、あ、ちゃんとポイントをゲットできたわみたいな感覚がちょっと久しいので、なんとか次こそは頑張っていきたいと思います。ファンは大興奮ですが余裕でしたね。どこがですか？ライバルとの戦いがヒートアップしていますね。その通りですね、いい走りができているのは彼がいるからこそです。F1 というよりまるで遊園地のゴーカートでしたが。言われちゃったよ。その通りですね、下手くそばかりですよ。ありがとうございました。さあこれは、ちょっとガスリーに1ポイント差まで迫ったのでまだわからないぞ。そしてボッタスとはさすがにこの差は逆転できずに、ライバル勝利回数ちょっと負けてしまいそうです。いやー、もうクリーンラップ率100ですね。ちょっと接触があったんですけど、さあポイントが結構たまったのでまた早速開発していきましょう。クリーンの感想はダメでした。クリーンラップ率100だったんですけど。そしてトロロスの評価がだいぶ下がってしまいました。まあ次のレースで頑張ろうじゃないか。チームが設定した最後の目標を達成できなかったのね。怒られました。契約交渉が不利になるの。もっと真剣に目標に取り組んで。さあ大規模アップグレードと、400じゃちょっと足りないですね。ちょっと1個しかできませんでした。ただ、1週間短縮があるので、2週間後アゼルバイジャンで、アップグレード入ります。さあということで、またちょっと残念な結果になってしまいましたが、またね気を取り直して、次戦中国やっていきたいと思います。そしてですね、シーズン8に当たってアシスト解除するのが何もないんですけど、まあ何もないのもあれだなと思ったんで、次からですね、レーシングラインを今フルなんですけど、コーナーのみにちょっと1段階、軽くしてみようかなと思います。まあ正直確かに直線って別にラインいるか言われたら、まあさほどいらないんじゃないかという気もするので、あんまり影響はなさそう。まあちょっとコーナーはね、ちょっと自分にとってはすごく重要なんですけど、ちょっとまだブレーキング、ラインが赤くなってとかそういう色でブレーキングポイントを判断してる
感じにで走っちゃってるんで、コーナーのラインがないと多分途端にブレーキングポイント分かんなくなって走れなくなっちゃうと思うんですけど、直線はね多分必要ないはずなんで、ちょっとコーナーのみに軽くしてみたいなと思います。そしてラインの色にね、とらわれずにちゃんと残り 100m とかそういう看板を見てブレーキングできるように、ちょっとねこのシーズン8は気をつけないと、いざライン消したらもうあっという間に走れなくなっちゃうんで、それに気をつけていきたいなと思います。そういうシーズンにしたいなと思います。さあそれでは、今回これで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。それではまたね。